それではやってみたいと思います。要はなんか公式は何だったかっていうと、こう逆関数の微分というものは、元の関数の微分の 逆数だっていう、これがまあ全てですね。でこれを間違えずに使ってくれればいいわけですね。でこの形を見ると、ここが y になってるから、なんかあそこは x でこれを見てくれたんだけど、 y で書いた方が分かりよいのでって、ここに当てはめやすいので、なんかそれはやり方に好きなんですけど、 y に変えてやることにします。だから今 y イコール fx っていうのを、こういうふうに思うことにすると、というのは b の dy のハイパブリックサイン、アートハイパブリックサイン y を計算したらいいよね。じゃあこれと形がちょうど同じですよ。 f のスコアね、これでやってって、最後に、じゃあ出題者の意図に合わせましょうって言って y を x に変えればいいじゃん。これでやっていったらいい。で、これはこの式から考えると、元の、ddx の、こうなるわけですね。ですかね。今 f がハイパーブリックサイン。で、これを計算するのですが、これは実は前回演習問題に出たので、もうみんな覚えてもいいわけで、これは、ハイパブリックコサイン X でしたね、これはね。これは、人によって、演算速度が速い人とメモリーをたくさん積んでる人と両方いるわけで、計算速度が速い人だったら、これは別にすぐ示せるわけです。なぜなら、ハイパブリックサインっていうのは2分のエクスポネンシャル x マイナスエクスポネンシャルマイナス x で、これの微分っていう話だから、これの微分はこうなって、これハイパブリックのサイン。なので、公式じゃなくて、ここからここに行くイコールのところで、この計算してくれた方がいいですね。で、ここでついでに、じゃあこのヒントに書いてあったこれが正しいことを言った方がいいかな。まあいいかな、やっぱりちょっとそのまま計算を続ける。で、これでなんか答えが出たような気がするんだけど、この両辺がバランスしてないわけ。左辺は y で書いてあるのに、右辺は x で書いてあるから、このままで答えになってないわけで、 x を y で書きたい。あ、こういうのは答案に書かなくてもいいんですけど、ちょっと気持ちを書くと、x を y で書きたい。そのためには、あるいはハイパブリックコサイン x を y で書きたい。これを y で書き直したいという気持ちがあるんですね。で、それではどうしたらいいかっていうと、あのヒントを使ったらいいわけですよ。ヒントより、あのハイパブリックコサイン x は、というのは、あれ、こっちにこう移行してやって、ルートを取ればいいから、1たすハイパブリックサイン X の2乗。となるわけです。で、ここでプラスマイナスが来るチャンスがあるんだけれども、ハイパブリックコサインっていうのは見るからにプラスな形をしているので、実はここはプラスでいい。で、そうするとこれは、これっていうのは y だったので、1たす y に乗っ取られて。ここで、よって、この微分は、ずっと1たす y に乗分の1なんですけれども、文字を揃えて答えた方がいいので、よって、まずここから分かったことは、これはこうだっていうことが
対する例示として出題者は X で答えていると質問しているわけなので、それを X に直して答えてくれればまあいいですね。で、ここでヒントを使ったんですけれども、これも大事な式なのでちょっと示しておきましょう。でね、みんなもうなんか頭に叩き込まれてるのは、コサイン2乗かサイン2乗は1っていうのを頭に叩き込まれてるわけなんですけれども、ハイパーボリックの時にはマイナスが1になります。なぜか。その方、こっちの方が話が簡単。なぜかっていうと、ハイパーボリックコサインは、これヒントの仕様です。色々覚え方あるんですけど、それはいいと思います。